先日1月2日に起きた JAL 機と海上保安庁機衝突事故起きましたけれども、先日解説動画を上げましたが、その後ですね、いろんなことが明らかになってきたのでですね、さらにですね、解説を深掘りしていきたいなと思っております。飛行機事故をね、なんか、まあ、ハイテクな仕組みがもっと導入されてるんじゃないかとかですね、未だにその AM ラジオのですね、無線でやってんのかというふうなですね、お話とかありましたが、あの帯域の AM 波が一番その通信性がいいというか、まあ、雑音はすごいんですけれども、一番こう到達性がいいというか、まあ、万が一の時にこう無線が聞こえなくなるってのは一番最悪なパターンなので、人はですね、やり取りを無線でやるというのが一番結局安全なんじゃ、まあ、ベストではないのかもしれないですけれども、ベターなんじゃないかなというふうに思っております。JAL のですね、ジャパンエア516ですね、これにはですね、着陸許可がまあ出ていると。まあ、RJTT っていうのがですね、羽田空港のですね、コードなんですけれども、管制塔からですね、着陸許可が出ていると。滑走路の進入前のですね、停止線があるんですけれども、その停止線の手前で待っててくださいというのがですね、この管制塔からの指示なんですけれども、通常はですね、C1 というチャリ1ですね、という民間機が滑走路をすべて使ってですね、フルに使って離陸する C1 というポイントがあるんですけれども、この C1 というポイントではなくて C5 の方に行ってると。なんでかっていうと、これはですね、北陸の災害支援機ということで、C1 の方にはですね、民間機がすでに当時の状況で3機ぐらい待ってるんですね。だけれども C5 の方はですね、滑走路のまあ途中なので、途中のところの進入路なので、待ちがないと。C1 に待ってる飛行機をすっ飛ばして、ナンバーワンで離陸させてあげますよということをですね、ATC って無線でやってると。それに対してですね、ありがとうというふうに海上保安庁機は答えてる。おそらくコーパイロット、つまり副機長なんですけれども、副機長は完全にその離陸機の中でナンバーワン、もちろん最優先というのは着陸機なので、着陸機の、今着陸してる JAL 機が、着陸したら次ナンバーワンで離陸させてあげるので待っててくださいねというのが今回の話なんですね。今回のね、衝突した JAL の516機の後ろにもですね、もう一機 JAL 機がですね、ファイナルコースにいましたと。つまり今回の場合ですね、いくつかのケースが考えられるんですけれども、まず一つはですね、これ副機長はこれ理解していたので、機長がこれ進入路から実際にですね、滑走路入ってしまったんですけれども、おそらくこの無線更新をした副機長はこれがその進入許可でないことは多分理解していたんだと思うんですけれども、まだ滑走路進入許可が出ていませんというようなことを言ったはずなんですよ。まあこれはボイスレコーダー聞いてみないと分かんないんですけれども、今回ですね、回収されたボイスレコーダーの結果が待たれます。次のケース、絶対その機長副機長見張りをするはずなんです。要は例えば大きな国道にですね、ちっちゃな道からこう進入するときって絶対左右確認しますよね。同じように飛行機も着陸体制にある機体がいないかどうかっていうのを絶対チェックするはずなので、見たら絶対ですね、機長、JAL 機が今から侵入しようとしてます、危ないですよ、入っちゃダメですよっていうことを大声で言ってるはずなんですよね。で、もう一つ、次のケース、これ仮にですね、この機長副機長ともですね、気づかずに中に入ってしまった場合ですね、管制塔が空港内機体位置マップってのがあってですね、監視レーダーがあるので、監視レーダーで飛行機の位置がですね、ある程度わかるんですよね。で、あれ、海上保安庁機これ滑走路の中にいるじゃんっていうようなことに管制官が気づいてる。普通は気づくはずなんですよね。これも気づいてないっぽいんだよな。40秒もいたわけだから、やばいとこにいんぞこれって言って、JAL 機に対して着陸しないで高度を上げて、滑走路に機体がいるからやばいぞと。はい。というのと、最終的に本当は JAL 機も暗い中で、こういったその、灯火もですね、すごく普通のでっかい旅客機に比べるとちっちゃいっていう、ハンデはあるにせろ、せよですね、見えてたはず、まあ、見えないことはない、というようなところで、これ全部、すり抜けた可能性っていうのもあるのかなと。まあ、よくスイスチーズモデルって言われるんですけど、スイスのチーズってなんかちっちゃい気泡の穴がいっぱいありますよね。あの穴をすべてすり抜けた時にこういった重大事故ってのは起きるというふうに言われるんですけれども、まあ、実際のところこういった滑走路への侵入事案みたいなものは結構頻発していて、重大インシデントとして報告はされてるんですけれども、まあ、そういったところをみんな見ていて、どうやったら事故を防げるのかみたいなことをみんな考えていたんだと思います。で、まあ、今回その4つのケースが考えられるんですけれども、海上保安庁
という、まあ、普通の、まあ、民間機の職場ではなく、どちらかというと警察に近いような組織、海とか空の警察だと思っていただくといいと思うんですけれども、もしかしたら上下関係がすごく歪で、副機長が機長に対して物申せないような雰囲気がある。そういう可能性はある。ただ、やっぱりその、ジャル機が侵入してきたらですね、やばいですよ、ぶつかりますみたいな、いう風な話だと思うんですよね。で、ランディングライトって言って、ジャル機がライトをつけて、で、着陸するんですけど、見えると思うんですよ。めちゃくちゃ眩しいんですよ。夜中だと、あのランディングライトを間近で見たら、やばいって思うはずなんですよね。で、それに気づかなかったっていうのも、僕変な話なのかなと。で、まあ、僕らのですね、ホンダジェットとかですね、やってるパイロットの仲間の人たちと昨日そういったこと話してたんですけども、例えば、一番最悪の、その、海上保安庁機がどういう風になってたのかって話で言うと、機長が例えばその無線更新をしていて、あれおかしいな、パッて見たら、お、やばいぞ、ランディングライトが近づいてきてる、機長大丈夫ですかって言ったら、いや大丈夫、タワーが、まあ要はこれよく言われてるのがナンバーワンって言われたから、着陸機よりも先に離陸できんだというふうに誤解してる可能性もあるって話をしましたが、近づいてきてます、やばいですよ、ぶつかりますよって言った時に、いや大丈夫だよ、タワーがナンバーワンって言ってんだから、こちらが優先だよと、管制がちゃんと間隔を取ってくれてるんだと、このまま離陸できると思うよ、離陸許可出たら離陸しましょうっていう可能性もあったなと。ちょうどですね、ストッパーライトシステムといって、これは入っちゃいけないよっていう停止信号みたいなもののシステムが、たまたまこれ C 滑走路には実は設置されてたんですけれども、ちょうど12月27日からですね、それは故障中だったっていうのも、この事故を防げなかった大きな一つの原因になってるのかなと。まあつまりもう様々な、だから管制が気づく可能性も全然あったし、だからいろんなところの過失がつながってで、このような悲惨な事故が起きてしまっているというのが、まあ、今回の、まあ、これをだからどうやって反省して、どうやって次にこんなことが起きないように生かすのか、これがすごく大事になってくるんですが、残念ながら日本って何が言いたいかっていうと、これ誰かの責任に、今マスコミとか警察って誰かの責任に従うんですよ。刑事責任を取らせたい。だけど人間刑事責任をね、取らされそうになったら絶対自分の保身に走ります。まあ、僕もライブ大事件の時にですね、散々パラ部下にやられましたけど、あることないこと全部僕の責任されちゃったりとかするんで、なので本当は警視庁に先に捜査させちゃダメなんですよ。国土交通省の安全委員会の調査官にまず、それが最優先、これアメリカでもそうです。 FBI の前にまず調査委員会が調査をする。基本的にはそこで聴取をする人たちは刑事免責を与えます。まあつまり刑事責任問われないから本当のこと言ってねと。もしかしたらあなたの過失がすごく大きいかもしれないが、本当のこと言って次の再発防止につなげますよと、事故の再発防止につなげますよというのが、これも第一優先なんですね。今回は本当に JAL のね、 CA さんたちがすごい頑張って、火の回りが早くて、使える出口がですね、もう1個とか2個しかなかった。こんな状況でですね、300人以上全員脱出させられたっていうのはですね、本当に奇跡です。一歩間違ってたら何百人単位で人が死んでたわけですよね。まあもちろん今回ね、海上保安庁の5人の方々亡くなられて本当にご冥福をお祈りしますが、こんだけで済んだっていうのは本当に奇跡です。なので今回事故の原因っていうのをですね、徹底的に究明して、次絶対再発しないような防止策っていうのを、これはもう世界で共有すべき、そういうふうに思います。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。どうしよう。